ウゴビエイラ、三原対応、ちょっと緩かったがシュート、2点目が入りました。最後は中川、ややディフェンスの連携が乱れたところをしっかりと途中出場の2人で決めて、フィニッシュは中川、怪我から戻ってきた中川のゴールです。ここで三原の対応、ちょっとイレギュラーしたんですね。2人はね、2人で決めましたよね、はい、そうですよね、まさに途中出場の2人、まあ、ゲームを決めるために入ってきた2人がその決める2点目ゲットしました。ウゴビエラね、非常に献身的に追っかけましたよね、はい、そこについていった中川、